校から徒歩5分ぐらいのところにアパートがあります。歩いて登校するんですけど、アルバイトがある日などは、自転車を使って登校したりする日もあります。中学高校とかはやらなきゃいけない教科っていうのが決まっていて、それに沿って授業をしていくっていう形にはなるんですけど、大学に来てから自分で取りたい授業を選択して、好きな授業だったりやりたいことを学べるっていうのは大学はとてもいいのかなっていうふうに思ってます。先生方も関わりやすい方が多いので、自分たちの意見を言える環境っていうのも多いので、積極的に意見交換がされるような授業が多いように感じます。そうですね、学食を利用したり、あと今日行った丸善でおにぎり買ってパン買ってっていう感じで教室で食べたりすることもあるので、学食だけじゃなくて、いろんなところ、近くにコンビニもたくさんあるので、そういったところを利用することも多くあります。結構アットホームですごいみんな仲良し、すごい元気で活発な子たちが多いので、あとフレンドリーな子も多いので、いろんな人と関わりが持てる、とても楽しい学部だと思います。1万10万空き時間はレポートなど課題に取り組む時間にしたりっていう風に過ごしたりしてます。シーズを利用することも多いんですけど、今スポーツ科学部の ISS の中にも自習室っていうのがあって、パソコンが何台かあるので、そういったところも利用しています。入学してすぐ取った授業の中で、岸先生の障害スポーツというのがあったんですけど、そこでトレーナーっていう活動を学生がやっていくっていうのを聞いて興味はありました。では動きますか。はい、お願いします。最近やってるのは、まずテーピングとマッサージと、ストレッチ、体幹トレーニング、ウォーミングアップなどの活動を、実際に自分たちが覚えて教えられるように勉強しています。やっぱいろんな人との関わりを持つことっていうのは、やっぱり自分の成長にも多くつながるなっていうのはすごく実感してます。好きなスポーツだけあって、やっぱり見えてるものっていうのも、最初は教員っていう道しか考えてなかったんですけど、やっぱ大学に入ってボランティア活動であったり、こういうトレーナーの活動であったり、アルバイトだったり、いろんな先生と出会ったこともそうですし、さまざまな出会いによって、やっぱ自分の視野っていうのもかなり広がったので、将来の幅もそれと同じように広がったと思います。